歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん鎌倉八幡宮静かの崩落前の幻想的なファンタジー市川團十郎。旧姓市川團十郎没後120年、新歌舞伎18番の地鎌倉八幡宮静かの崩落前の内容について振り返った。2018年1月に市川團十郎さん当時海老蔵さんが新たなアイデアと構成で復活させた舞踊劇旧姓市川團十郎没後120年と冠し2度目の上演となる。暗転した舞台の両サイドで演奏家たち、わずかな明かりを手がかりに正面の社幕越しに人のシルエットが確認できる。社幕とは主に舞台などで使う薄く透ける素材でできた幕。暗闇に目が慣れたのか照明が変わったのか判別がつかないほど繊細なライティングの中、中央にゆっくりと老女團十郎さんが現れ舞い始める。もののけ九段次さんもそれに続く。幻想的なオープニングの後、提灯のもののけ市川志の輔さんがパーッと空気を変えた。狐の白蔵巣團十郎さん、三つ目市川ぼたんさん、油坊主團十郎さん。三途の川の船頭團十郎さんに町娘ぼたんさんと若船頭新之助さんも登場。さらに老女は静御前團十郎さんとなって崩落の舞を舞い収める。義経の幻影團十郎さんも現れ、最後は静御前が化粧團十郎さんの姿に。もののけに次ぐもののけの後、團十郎さんの先導はさすがの2枚目ぶりに客席の拍手もひときわ大きく聞こえた。ボタンさんと新之助さんは目を奪われるほどに丁寧な踊りを見せる。押し戻しも鮮やかで観客を大いに喜ばせた。音楽は時わず清本竹本長唄林そして成田へと縁の深い加藤節それぞれの演奏が折り重なる。全パートの三味線が一つの旋律をユニゾンで奏でたときは音が押し寄せてくるようだった。聞くというより体験に近い感動を覚えた。贅沢な和の音楽の演奏は幕切れまで舞台をめくりめく彩った。旧姓團十郎の舞踊に着想を得た様々な要素が詰め込まれた一幕だった。私の感想は親子團十郎さん、ボタンさん、志の輔さん3人が複数の役に早変身、さらに團十郎さんの七変化は圧巻ですね。生演奏も作品の臨場感を盛り上げていると思います。市川團十郎さん鎌倉八幡宮静かの崩落の前の幻想的なファンタジー市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。